はい、皆さんこんにちは、佐藤ノアです。ヤキノリです。ショーティンです。2人がこっちを見てた、私ノアさん、はい、今日は何の動画ですか？久しぶりにファッション系の動画でございます。イエーイ。今日はですね、ジェミレミさんとのコラボ動画になっております。なるほどですね。本日の企画はテーマに合わせてお洋服を選んでみたです。それではスタート。はい、早速ですがノアさん、まだね、あの皆さんは選んだテーマ知らないんで、洋服の、うん、発表してください。じゃあキョウティン盛り上げるよ。はい、草木も踊る森のお花屋さん。きれい。えなるほどね。逆に伝わらなかった。ノアさん、ちなみに何でものテーマにしたんですか？最近お花、花瓶買って、はい、お花が結構好きなので、はい、なんか響きのいい言葉とお花屋さんをくっつければいいかなって。なるほどですね。一応ね、オープニング映像でもノアさんが着てるシーンがね、いい雰囲気映ってるからね、からね、うん、何を選んだかはね、あ、バレてる、バレてはいるんですけど。なんだよ。じゃあノアさんが選んだ商品、キョウティン。かしこまりました。オープニングとは違って設定がしっかりしてる。じゃじゃん。何ですかそれは？これはセーラーフリルカラーサックワンピース長いで、これ結構使い勝手がいいんで、上にベストとか着ても可愛い、うん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 、緩いニットとか着ても可愛いし、うんうんうん、逆に前開けてなんか中にパンツ履いて T シャツとか中に着ても可愛いから、着回しに優秀みたいなね。では次をお願いします。アクセントヘムハーフパンツ、お花屋さんっぽくないですか？アースカラーで攻めたいなと思いまして、うんうん、ハーフパンツをちょっとチョイスしました。可愛いね、そこの色が変わってるの。そうそうそう、ここがね、ちょっと色が変わってて可愛い。あと結構質がいいです。さっきのワンピースインして着てもいいし、逆にあの前開きで違うトップス着てみたいな感じでも合わせられるから、うんうんうん、丈感絶妙で、あのちょっと短い靴下にローファーとか合わせると可愛い。なるほど、はい、じゃあ3つ目。脱いでね、コートです。コートも売ってたんだ。コート売ってた、めっちゃいい感じの色味で、これは、フラップデザイン視点カラーコートですね。でしっかりした素材なんですけど、後ろも割と可愛いんです。で今回なんかあの私冬にさ あれ作ったじゃん、コート、うん、ちょっと違う色味のやつがいいなと思って緑っぽい感じの色をチョイスしました。そんな3点セットが、はい、なんてテーマでしたっけ？草木も踊る森のお花屋さん。あとノアさん、ちなみに今回のトーマとは別なんですけど、はい、今着てるコートも選んでます。あ、これね、私服で割とガッツリ着てるやつ、生地がしっかりしてます。だってこのノアさん選んできて、来た瞬間、あ、これやっぱ選んだ通りめっちゃいい、着てくわって持ってたコートをなんか置いて置いてたんです。でこれ着て帰りました。ええ、なんかジェミレミさんはネットで買えるものにしてはめっちゃ商品いいよね。なんかもっと薄いのよ、通販で買うものとか。なんでこれ割と薄かったんですけど、あのちゃんとしっかりしてるんで生地が。あとちなみにこれイメージと違う商品が届いたら返品交換対応も受け付けてるらしい。あ、そうなんだ。じゃあ、はい、丈が思ったのと違ったとかだったら。そうそう、すごいね。それはすごいですね。まあそんな感じでね、今回はねジェミレミさんとのコラボ動画でね、愉快なテーマをね考えてノアさんはやってくださったんですけれども、皆さんね、ぜひとも概要欄に URL を貼ってあるので見てみてください。ちゃんと見てるんだからね。閉めて閉めて。それでは本日の動画はここまでです。佐藤ノアでした。バイバーイ。ポリミュンの登場人物が、うん、バイバーイ。